ハルマンリは、ブルガリア南中部のハスコボ州にある町である。2009年12月時点で、町の人口は18,557人である。1510年に、中央ヨーロッパとアナトリアをつなぐ道路に沿って、町が作られた。領域は、上、トラキア平野の一部、スレドナゴラ山脈の南斜面から、ロドピ山脈の険しい北斜面にかけて広がる。 トラキア平野の南端は、ロドピ山脈北側に縁取られ、それに沿ってもみなクリスラダニの下端とハルマンリダニの主端がある。町の近くをマリザ川が流れている。この地域の気候は温暖な大陸性で、これがこの地域の植生を決めており、ハルマンリ南部では常緑である。土壌は主にエビ茶で木質である。首都のソフィアからは、270キロメートル離れている。 この町の最初の歴史記録は1530年通訳者として登竜したベネディット・クリッピーズ・イックまで遡る。ハルマンリ川の右岸にはキャラバンサライが作られた。旅人や商人のためにオスマン帝国の行政官シアブシュパシャにより1585年にアーチ型の橋が架けられた。大理石製の名板には一家のように書かれている。世界は橋である。 それを王や貧者が渡る。この太鼓橋はほぼ当時のまま今日まで保存されている。ハルマンリの公民館町が道路に面していることから、作家の現地ョストルは、ハルマンリは旅する必要がない。なぜなら、世界がそこを通過するからだと述べた。橋から徒歩30分程度のところに、白い足の少女の泉と呼ばれる歴史的な噴水がある。ゲルガーナの伝説は、 ペトコスレービコフの詩に歌われている。もう一つの伝説は、オスマン帝国のスルタンであるムラトと戦って、噴水の近くで戦死したクローリー、マルコの父であるバレカシン、またはベコシンについての物語である。この地域には、キュームアールカヤクルデア、保護区のディファイルと等に、多くの滝がある。また、カーコーバー高タ,タ洞窟や、ハーデスフォレスト、 小洞窟のヘイドシクタリウプこと、歴史的な場所がある。南極のハルマンリ洞窟は、この町の名前にちなんで名付けられた。ありがとうございます。